それではとりまいり日本モーターボート選手会会長賞 G3 マスターズリーグ第5戦優勝選手の表彰式を実施いたしますそれでは優勝いたしました中辻隆人選手に対しまして公益社団法人日本モーターボート選手会様より賞状が開催執行副委員長山本浩二から贈呈です 続きまして、タナベ工具株式会社様よりケブラー製手袋の贈呈です。<laughs> 続いて一般財団法人日本モーターボート競争会琵琶湖支部森江宏執行役員より優勝カップの贈呈です。 それではここからは優勝いたしました中辻選手へのインタビューを行わせていただきます改めまして中辻隆人選手優勝おめでとうございますありがとうございます優勝戦インからコースタート決めましたがしっかり自信持っていきましたかはい自信持っていきましたはいそして今日はホーム追い風後半戦に入るあたりでもしっかり船足合わせることもできましたでしょうかまあちょっと今日は合ってなかったなって気はしましたけどはい。はい、そしてこれで今年6回目の優勝です、えー、年間最多タイに並びました 今のお気持ちはどうですか？いや初めて知ったんであはい。びっくりです。はい、そして次回、えー、地元若松もまたマスターズリーグ出走予定となっております。地元戦に向けていい弾みつきます。ついたと思います。そうですね。はい、そして琵琶湖水面。今回が3回目の優勝でしたが、今シリーズ通して琵琶湖水面感触はどうでしたか？いや、今節はいすごく良かったと思います。はい、わかりました。それでは地元戦。次は地元戦に向けて。 となりますが、ファンの皆様に最後のメッセージをお願いしますはい、えー、最後まで応援ありがとうございました、えー、また美学に来た時は頑張れるようにしますので応援よろしくお願いします中辻隆人選手優勝おめでとうございました以上を申しまして優勝選手の表彰式を終了いたしますファンの皆様今節一節間のご声援誠にありがとうございましたありがとうございました